から先にたどる道はない。奴らに意味を与えようとする愚かさを恥じる。後には何も残さない。後には何も残さない。Thank you.
礼を言う鼓動なき同胞各社よ。ナスよりもガタキは達し終わらせること、無限の縛りは各社よ、お前が定め御するものだ。ようやく輪の外に行ける。ああグレーテ、オルガ。これは呪いがかかっていますね。ここは不思議な力を感じます。不利な状況で戦い続けるのはお勧めできません。パーティー構成も時に再考しましょう。これは入手しておきます。何かあるようです。不利な状況で戦い続けるのはお勧めできません。反撃攻勢の時に再考しましょう。宝箱を開けます。このエリアに詳しくなりました。俺は自分には力があると思っていた。誰かを守る力、誰かを愛する力、いつまでも子供じゃない、それを証明したかった。与えられるだけじゃない、俺にも与えることができるんだと。でもあの時俺は全部を捨ててしまうことを選んだ。世界を呪いながら俺は詫びたかったんだ。お前とお前に心を与えたマスターに。あなたは叶えたわ。愛する力があると証明したのよ。輪の外も内も関係ない。これは私とあなたの世界の話。行きましょう、一緒に。A never end.
重々しく悲しい空気を感じます。私はずっとまどろみの中にいるようでした。でもはっきりと私の体を操っていた魂とあなたの会話を聞いていました。彼女もまたオルガという名でしたね。この偶然が彼女との接触をいざなったのでしょうか。私の体を通じてより強い力、この迷宮の主の意志をも上回る力を持ったあなたを呼び寄せようとしたのでしょう。私の各者としての意志の強さはあなたと比べるべくもない曖昧なもののようです。この世界であなたと出会ったこと、その意味をもう少しここで考えてみようと思います。こんな状況なら助け合うのが必然です。何か訳がありそうですが。